今回はたとえ灰になってもという作品をご紹介するわ。スクウェアエニックスのヤングガンガン誌で連載されていた作品よ。ヤングガンガンにもやっぱアンケートで打ち切りとかあるのか？それがこの作品はそういうのではないの。実は作者が亡くなって打ち切りになったのよ。でも詳しい話は後にして、まずは、ゆっくりしていってね。たとえ灰になってもは、鬼塚かかし先生の作品。単行本は全6巻が刊行されているんだけど、2015年12月発売号で連載開始、そして、2019年に鬼塚先生が心臓の病で逝去されたことによって、同年2月発売号で絶筆となったわ。そやまたなんとも、言葉がないな。それで、作品自体はどういう漫画だったんだ？一言で言えばデスゲームものね。主人公は篠宮龍馬という高校3年生の少年、雪菜という重い病気の妹がいるんだけど、彼女の手術のために、10億円という大金を必要としているわ。いくらなんでも10億円は無理じゃないか？途方もなさすぎる。そうね。通常の手段では無理でしょうね。まあそれで、勝利すれば大金がもらえるというデスゲームに参加することになるわけ。なるほど。それが物語の動機づけってわけだな。で、主催者はどこの大金持ちなんだ？主催者はクロエルといって、人間ではなく天使と名乗る存在よ。本当に神のお使いの天使であるかどうかはともかく、頂上の力を持った何者かであることは間違いないわね。その証拠に、龍馬含めて参加者たちは全員、現実世界で命を奪われた上に、女の肉体にされてしまうの。なるほど、それはただの人間の金持ちには絶対に無理だな。勝利者に与えられる報酬は、元の肉体で蘇る権利と、そして金の二つ。まず、彼らのいる場所はリンボというんだけど、この場所には最も重要な一つの決まりがあるわ。それは他人に本当の名前を知られると死ぬ、というもの。ふむふむ。なので全員が偽名を名乗ってゲームに臨むことになる。主人公の龍馬は雪と名乗ることにしたわ。この先はここでも、基本的にはそう呼ぶことにするわね。ゲームの参加者は4人なんだけど、他の3人はまずメガネこと、山田。あれ、さっきどこかのコマで主人公が5人目だって言ってなかったか？もう1人は名前を知られると死ぬというルールの説明のために、クロエルに殺されて最初に脱落したわ。結構やることえぐいな天使。それから最後の4人目が、自称財閥令嬢の、自称、上昇事例な、喋り方もエセお嬢様風。この4人で、ゲームと称されるデスゲームに挑戦することになるんだけど、ルールはかなり複雑なので、丁寧に説明していくわね。まず、使うのはサイコロ。振るのはクロエルではなくプレイヤー。最初の資金は各人1000万円。ベッド額は最低1円から所持金全額まで制限なし。サイコロ2つで出た目の合計が偶数か奇数かを当てる。それは単なる超反博打というやつなのでは？そうなんだけど、ここから独自ルールが付け加わっていくわ。まず、宣言した超反つまり偶数か奇数かは、メダルで示して伏せておく。で、サイコロの結果が出た際、自分が偶数を指定したか奇数を指定したかについて、嘘をついてもいいの。嘘でも勝ったことになる。これが特殊ルールその1、嘘から出た誠。それだけじゃゲームにならないな。そうね。だから第2の特殊ルールが必要になる。特殊ルールその2は、アタック。他のプレイヤーが嘘をついているかどうか追求する権利が他のプレイヤーに与えられる。アタックを仕掛けられたら、メダルをオープンして真実を告げなければならない。アタックが成功、つまり嘘を嘘と見破った場合、お互いの掛け金の合計を敗者が勝者に支払って、さらに同額の報酬が胴元であるクロエルから勝者に支払われる。嘘と言われた側が嘘をついてなかったら、敗者と勝者が逆転するわ。つまり、アタックを仕掛けた側が支払い、仕掛けられた側が報酬をもらうの。なるほど。でも、これでも誰もアタックを仕掛けなければ無制限に種銭を増やせてしまうわけで。そうだな。一番肝心な最後のルール、特殊ルールその3が出てくるわ。特殊ルールその3は死なばもろとも、資金がゼロになった人間はその時点で処刑される。おお、デスゲームのお約束。また、10回戦が終わった時点で脱落者が誰もいなければ、その時点で全員が死ぬ。要するに、最低でも誰か一人を蹴落とさないといけないってわけか。そういうことね。さて、説明の都合上ルールは丁寧に説明せざるを得なかったけど、ここからはあらすじ的な解説でいくわね。4人のうちで、雪と上昇時の2人は、
ライバルを死に追いやってでも勝ち残る決意をしているけど、他の二人はそうではないの。ユキは冷酷に、悪魔的に、そこをついていくわ。ただ、上昇寺は最初から悪意をむき出しにしていくんだけど、ユキはそうではないの。悪意を隠し、仮面をかぶり、わざと種線を減らして視察しようとしている、という風に見せかける。で、自分が不利になる宣言をしたユキに対して、それは嘘だ、生きる努力をしてくださいみたいな、善意極まりない申し出をしてきたメガネコを裏切り、それはアタックだと宣言する。クロエルも悪意があるのでそれを認めてしまうわ。本当にこいつ天使なの？それはなんともわからないわね。何しろその辺の種明かしはされないまま作品が終わってしまうから。まあ何にせよ、そのアタックは失敗になって、ユキは7000万くらい儲けて、メガネコはパンク寸前。窮地に陥ったメガネコはクロエルにダメ元で追加資金を申し出るわ。クロエルは、5000万円をポンと出して、その代わりに一つの条件を課す。指一本につき1000万ちなみに拒否権はなし。やっぱり悪魔なのでは？この後本当に指をもがれるシーンが入るんだけど、残念ながら画像でのご紹介は割愛させてもらうわ。さて、ゲームは再開。ここから最後の新要素が追加される。全体で何枚、奇数と偶数が投入されているのかが白日の元にさらされるの。この次のゲームでメガネコは1円残して残りの全額を失い、ショックのあまり失神。ゲームは彼女が目覚めるまで中断されることになる。で、目覚めた後、山田が来て彼女に共闘を持ちかける。また騙されてたりしない？大丈夫？いちいち疑いを挟んでると再現がないからネタ終わってしまうけど、この時点では山田は真面目に共闘を持ちかけてるの。で、山田が見つけた必勝法を使って、二人で雪を追い詰めていく。どんな必勝法なんだ？ごく単純に、二人で情報を通し合って、上の画面に表示される数字から誰が嘘をついているかを割り出すってだけ。そんなんで大丈夫なの？結論から言えば大丈夫ではないし、主人公は雪の方なので大丈夫であってもらっては困るわ。簡単に言うと、雪もその必勝法には気がついていて、その上で実はすでに上昇寺と密かに組んでいるわ。まんまと罠にはめられていたのは、メガネコと山田の二人の方だったの。主人公も悪魔なのでは？大体その通りよ。で、最終となる9ゲーム目。追い詰められた山田は、メガネコを裏切って自分だけ助かろうとするんだけど、それも裏目に出て、ゲームオーバー。ああ。で、処刑方法はファラリスの王子という拷問器具を利用したものが取られるわ。わお。ここもかなり克明な描写があるんだけど、申し訳ないけどカットするわ。で、ゲームから脱落した人間についてはクロエルが名前を明かすんだけど、実は山田とメガネコは、現実世界でもともと夫婦同士、お互いを救うためにデスゲームに参加してたの。悪魔の所用すぎだろ、ほんとえぐいな。その事実を知ったメガネコは自分で自分の名前を告白して、視察する。これで終わりよ。予選がね。え？ここまで予選なの？そう。予選。ちなみにユキたちがいたのは F グループで、予選通過者は全部で14名いるわ。さて、本戦は準々決勝、準決勝、そして決勝と3ゲームが行われる予定。最終的な勝者になれるのは2名ということだったんだけど、これを隠してもしょうがないから説明してしまうけど、物語は準々決勝が終わったちょっと後くらいで中座するわ。まあそれは事情が事情だからどうしようもないわな。それより何より、ここでいきなり12人もプレイヤーが増えるのよね。紹介しないわけにもいかないので、一気に行くわね。サラトルセット、秋原楓と翔子、キラントリブ、嘘つきニセコとキリカスミしずく、ガーネットとフグドク、ナナシとスズノリン、それとユキと上昇寺、これで14人。覚えられた？全然。でしょうね。本編ではこの後、食事会とお風呂シーンが差し挟まれて、キャラ紹介をしていくんだけどキリがないから割愛するわ。とりあえず、ガーネットは天使を攻撃してはならないというルールの説明のために、速攻で殺されるからもう忘れていいわ。後のキャラは本戦で出てくる時にまた紹介します。そうしてくれると助かるぜ。で、作中最後のゲームとなる準々決勝だけど、お題は鬼ごっこよ。これも説明しないとどうにもならないので、ルール等を詳しく説明するわね。鬼に捕まると死ぬっていうゲームか？3人が鬼、10人が子になって、鬼が子にタッチしてデイン。と宣言すると立場が入れ替わる。で、特殊ルールその1、疑心暗鬼、自分が鬼なのか子なのかは明かさなくてよい。その2、渡る世間に鬼はなし、子と子が手をつなぐと、
無敵の状態になり、鬼にならなくなる。その3、銭ある時は鬼をも使う。これは、予選で稼いできた所持金を使うことで、4つのスキルを使える、というもの。まだ続くのか。ええ。スキルその1、サーチ、1回1000万円、回数制限なし、直径100メートル以内の参加者人数を知ることができる。スキルその2、ナイトメア、1回2000万円、回数制限はないけど各員同じ相手には1回だけ、相手に悪夢を見せて足止めする、というもの。スキルその3、テレポーテーション、1回1億円、回数制限なし、200メートル以内のランダムな地点に転送される。そしてスキルその4、チェンジ。これが非常に重要なんだけど、1回10億円、使用回数各員1回限り、自分自身を含む視認できる全てのプレイヤーの、鬼と公認に入れ替えることができる。それから、ゲームはトータル1時間。タイム終了時に鬼だった3人が処刑。ルールは以上よ。わかった？全然。でしょうね。まあ何しろ漫画で書かれた作品だから、何回行ったり来たりして読み返してもいい前提なので、気長に覚えればいいということなんだけど、動画で理解してもらうのは骨が折れるわね、正直。まあ、ともかくそんなわけでゲームスタートよ。ちなみに舞台は学校っぽい建物、クリア報酬は所持金が10倍になること。最初に説明してしまうけど、最初に鬼になったのはまずユキと、嘘つきニセコ。こいつは何を考えているのかよくわからないけど、悪意に満ちてることは間違いない危険人物。それから、ルセットよ。人肉の味を知っているらしい。ということだけが明らかになっている不気味な人物。まともな参加者は混じってないのか？後でわかるけど、実はいるわ。それは朗報だ。三人の中で最初に動くのは嘘つきニセコで、上昇時を騙して鬼に変えてしまう。しかもチェンジを使う木髪に終わってしまい、ピンチの上昇時に、なぜか手を差し伸べたのが、ルセット。鬼同士で手を組みましょう、みたいなことを言い出すの。ちなみに、これは罠ではなく真心の申し出よ。でも人食いなんだよな。それについては後で説明が入るわ。ともかく、この準々決勝で一番大きな動きを見せるのは、自称アイドルのキランというキャラクター。大勢のプレイヤーに呼びかけて、鬼を見分ける手段を見つけた。子同士で連携しよう、と呼びかける。これは罠っていうほどではないんだけど、彼女の目的は、単に確実に子であるプレイヤーを見つけ出して、自分だけが無敵状態を確保すること。そのためには手段を選ばない、っていうことね。複雑なルールから導き出される、様々な作戦があるってことだな。そういうことね。ここからの展開はかなり長いんだけど、ざっくりあらすじにして説明すると、上昇時とルセットのコンビは、仲間割れした者同士を装ってキランに接近し、上昇時がタッチを仕掛けるんだけど、それは失敗に終わる。でも、ルセットがチェンジを発動して、上昇時の鬼をキランに移してしまうの。この時点で、キランはルセットはルセット自身の鬼を自分に移したと誤解している。それをついて、ルセットは我が身を捨てて上昇時を救おうとしているわけだったの。え？いい人なの？結論を言えば、その通り。彼女に人を食べた経験があるのは本当なんだけど、無人島で遭難して、一緒に遭難した仲間を食べた、っていうのが真相。なんだ。いや、それはそれでなんだじゃ済まないけど、人殺しとかではなかったんだ。でもね、突然横からシャシャリ出てきた、フグ毒に名前を呼ばれて、ルセットは死亡。あげく、ルセットの分の鬼はランダムで別の誰かに移されることになって、そのランダムで鬼に選ばれたのがまた上昇時だったのよ。ひどすぎる。神も仏もないのか。ないわ。ここからは複雑回帰に状況が動くわ。主には雪が中心になって動くんだけど、まず雪は、キランにチェンジを無駄打ちさせる。自分が鬼であることを知らないキランに、自分に対してチェンジを使わせるの。鬼同士だから不発。で、時間ギリギリまで粘って、自分が子であると偽って信じさせていた七死に鬼を移す。一方、老人みたいな喋り方が特徴の鈴野凛は、どういうつもりなのか上昇時に情けをかけて鬼を引き受け、その鬼を、今度は七死を犠牲にしたばかりの雪になすりつけるわ。目まぐるしいな。この時点で残り時間はほぼゼロ。鬼は雪、キラン、そして七死の三人、だったんだけど、時間ゼロほぼジャストで、二人がチェンジを発動する。サラが七死の鬼を、秋原楓が雪の鬼を引き受けてゲームは終了。なんで？唐突にどういうこと？
楓の動機はごく単純。彼は雪の正体に気づいていたの。そして、楓はそのいとこで、友情を感じていたから。サラは？ゲームそのものに反対だからってことらしいけど、詳しいことまではいまいちよくわからないわ。この人物が処刑されるかされないかのシーンの途中で作品が終了してしまうので。というわけで、大体語ったからここでストーリー紹介は終わりにするわ。じゃあこの作品の評価について語ってみようか。そうね。なぜ打ち切られたのか、というのは語る意味がないとして、評価が問題ね。別に不人気で打ち切られたわけじゃないから、この結末を惜しむファンの声はとても多いわ。そう、たとえ他の誰も惜しまないとしても、ここにこの結末を惜しむファンが一人いるもの。え？私という、この作品のファンが、ここに、落ち着け、ぜいぜい。ごめんなさい、ちょっと興奮してしまったわ。ともかく、マリサに一つ聞きたいんだけど、この作品の続きを読む手段は何かないものかしら？はぁはぁ、落ち着け。まあ、外伝はあるんだけどね。この作品、ここまでのストーリーでも欠けている部分があると思わない？ああ、主人公が得た以外のチームの予選。そう。その部分を書いた、外伝的作品が存在するの。原作は辻森聖先生。作画をサーモンナンバーマリネ先生という方が担当した。すべて灰になってもという外伝が、あるのよ。それは良かったな。じゃあ、私は今からその作品を読んでくるから、しばらく声をかけないでちょうだい。ちなみに前後巻、こっちはちゃんと完結しているわ。わかったよ。心ゆくまで楽しむがいいぜ。というわけで、たとえ灰になってもの紹介はこれにて終了となります。ご視聴ありがとうございました。